い、皆さんこんばんは。このあと30分から名前発表を始めていきます。こんばんは。はい、この子の名前発表です。こっちお母さんです。ルーちゃんです。あ、こんばんは、皆さんこんばんは。あ、シーマンです。シーマン今日はカメラマンなので、あんまりカメラの前には出ないと思います。あ、皆さんこんばんは。これ主役です。今日の主役です。この後ね、5時30分から名前発表を始めていきます。そうですね、夜なんで、ちょっとあの飼育車内も電気がついてます。ちゃんと主役って分かってますかね。どうですか、どんな風に見えます、皆さん。そうです、虫結構リンリン鳴いてますね。もうだいぶ涼しいんで。まあね、周りのスタッフもちょっと集まってきたんで、そわそわし始めました。これアップです。このあと30分から名前発表始まりますんでね、皆さん楽しみにしていてください。あ、もう200人も集まってくれてますね。はい、200人。皆さんこんばんは。30分から始めていきますが、どう、皆さんもう準備いいですか。はい、 OK です。はい、はい、それではね、始めていきたいと思います。はい、では皆さんこんばんは。伊勢シープライブ始めていきたいと思います。はい、始めていきましょう。はい、じゃあ今日は特別版です。オンラインお名前発表となります。はい、じゃあ今日ね、お話し進めていきますのはキングとワラビーと、はい、はい、そしてカメラマンは、はい、シーマンでーす。はい、今日は3人で頑張っていきますね。はい、と思いきやね、今日はちょっとあの、はい、いっぱいねスタッフがいるんですよね。はい、皆さん多分ちらっと登場、ちょっとまたあのリハーサルで落としたところから落ち着いてやりましょうね。バレた、はい、じゃあ、あの頑張っていきたいと思います。皆さんお願いします。お願いします。はい、こんばんは。皆さんもこんばんはって言ってくれてますね。ちなみに今、ありがとうございます。の方がご覧になってるんですか。ね、今ね、今272。ここ最近じゃ一番多いですね。さすが、緊張がすごい。今日大事な日ですからね。はい、今日2人初 MC、ね、はい、頑張ります。頑張りたいと思います。皆さん、あのお手柔らかにお願いします。はい、じゃあね、早速始めていきたいんですけれども、あの本来でしたら営業時間中、お昼の時間にですね、皆さんと一緒にお名前発表会っていう形でね、あの現場で行うんですけど、あの今回は新型コロナウイルス感染拡大予防のために、こういう感じでね、 YouTube 配信でちょっとお届けしたいと思います。はいはい、
普段ねシーパラに来れない方とかも見れるんじゃないでしょうか。結構ね見てますか、集まってくださってるみたいなんで、見てますか。はい、じゃあ頑張っていきましょう。はい、ではですね、早速なんですけれども、はい、シーパラのゴマちゃんたちの紹介をしていきたいんですが、さあスタンバイは大丈夫ですかね。はい、はい、じゃあゴマちゃんがこの後出てきてくれます。じゃあ皆さん、はい、こっち今ね映ってるかな、スタッフのお尻が映ってるかもしれませんが、はい、出てきてくれました。はい、あ、はい、まずは先行、よし、間違えちゃった、あ、もう練習に間違ったところ、はい、はい、出てきてくれました。はい、じゃあ今で映っているのがサンタくんですね。はい、これサンタくんです。今日お名前を発表するゴマちゃん、お父さんのゴマちゃんですね。はい、じゃあそしてこれがシーマンの推しアザラシ、コマルちゃんです。コマルちゃんですね。コマルちゃん、あ、ちょっと暗いな顔が。コマルちゃんです。コマルちゃんです。はい、はい、そしてはい、そして、はい、仰向けになってます。こちらがいぶきちゃんです。はい、いぶきちゃんです。はい、このゴマちゃんたちはシーパラ生まれの3兄弟のコマフアザラシです。シーパラね、来てくださった方はね、知ってる方もいらっしゃると思うんですが、イベントでのんびりゴロゴロっていう時間があって、ゴマちゃんたちがお魚がない状態で、食べてない状態でスタッフの元を離れて、怪獣広場をねゴロゴロするっていう時間があるんですけど、今日はねちょっとそんなゴロゴロ風景もねチラチラ皆さんに見てもらいながらお届けしていきたいなと思います。はい、このねアザラシの間を歩けたりもしますんでね。はい、もうすごいですよ、はい、私がまあスタッフですけれども、こんな感じでね、お客さんもこれぐらいの近くまで来てもらえる時間がねあるんです。はい、おばあちゃんたちも全然気にしてないですね。もうこれシーパラっぽいって言ってもいいと思います、このね光景ね。はい、じゃあね、サンタくん、こまるちゃん、いぶきちゃんもちょっと今日はね参戦してくれます。じゃあそろそろご飯終わってフリータイムにしましょうかね。はい、じゃあね皆さん、こまちゃんたまに多分映ると思うんで、ぜひ見てくださいね。はい、もうご飯終わりました。ここからねどうやって動いていくのか分かりません。配信中なんでいい動きするかもしれませんし、あ、いぶきちゃん来てくれました。いい動きするかなと思いきやね、もう何もしないことがありますね。もうそれがシーパラのゴマちゃんですので、わお、すんごいおなら聞こえましたよ皆さん今のサンタくん、サンタくん走る走る、走らない、いいよサンタ。はい、じゃあねサンタくんが自由に動くかもしれませんが、はい、じゃあね今日のお話も進めていきましょうか。はい、やっぱサンタ兄貴人気ですね。はい、じゃあね皆さん、すいません、最初に言いたかったんですけど、今日の目次こんな感じでやります。はい、はい、今日の目次で、はい、じゃあ1はねもう終わりました。伊勢シーパラのゴマちゃんで、次が丸2、ゴマちゃんの赤ちゃん、3番今回の名前募集について、4そしてね発表っていうことになりますね。はい、皆さん楽しみにしててください。はい、じゃあね先ほど紹介しましたが、ちびちゃんのねお父さんがこちらのサンタくんで、お母さんがルーちゃんですね。ルーちゃんはあれですね、始まる前に、はい、はい、この後出てきますので、はい、はい、ぜひ楽しみにしててください。はい、じゃあね次、じゃあちびちゃんのお話していきましょう。今日の主役のお話です。まだね、まだ名前発表してないんで、皆さんまだ大丈夫ですよ。まだ大丈夫です、間に合います。まだ間に合います。はい、大丈夫です、まだドキドキ、後半でやりますからね。ドキドキ、皆さんドキドキをちょっと一緒にね味わってもらいたいと思います。じゃあちびごまのあれこれって話なんですけれども、はい、じゃあ丸一、女の子曰くってねあるんですけれども、どっち、はい、どっち、皆さん性別知ってますか、この子の知ってますか、どうですかね、どうですか、まだちょっとねタイムラグがあるんで、うん、そうですね、すぐは来ないんですけど、なんかわなび面白いことは喋っててください面白いこと、はい、もうちょっと、はい、皆さん男の子でしょうか、女の子でしょうか、どっちですか、どっちですか、どっちかです、ね、絶対2択、絶対2択、ブログ見て2択しかないから2択しかないと思うんですけどねさあどうでしょう、どうですか、知ってますか、この写真だけじゃまあわかんないですよね。でも顔でどっ、あ、わかんないか、男の子、オス、あー素晴らしい、はい、大正解です、です男の子ですね。でも女の子疑惑ってね、うん、あったんですよ、うん、あ、これはほぼスタッフの願望ももしかしたらあったかもしれないんですけど、最初はね何日間ぐらいですか、3日間くらいはちょっと女の子じゃないかなっていう時はありましたそうそうそう、で、どうやって判明したんですか、はい、ごまちゃん、うん、ゴロンと転がってもらって、お腹側
見てもらうと、おへそとかおっぱいとか大事なところが隠れてる穴があるんですけど、はいはい、男の子なのでこのごまちゃんはおへそと大事なところ隠れてる穴がありました。なので男の子と判明しました。はい、その時の動画ね、はい、もうかなり衝撃的な感じになってますので、YouTube でも人気動画の一つです、ね。そうなんですね、はい。ぜひ皆さん見てみてください。私もたまに見返して一人で笑ってます、はい。それぐらいなんかちょっと面白いです。あんまり期待はしすぎないようにしてください。そうですね、はい、はい。じゃあね、次の話していきましょう。500人いきました。うわー、倍以上いってる。シーパライブ初記録。皆さん気になってますね、はい、ドキドキ、もう手が震えてしょうがドキドキ、あの優しいコメント待ってます、お願いします。はい、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ2番、体重測定方法どう思います、はい、皆さんこんな感じでやってるんですけど、そう、これ今もね、なんだこれ、なんかやってるんですけど、ちなみに生まれた時の体重って何キロですか？生まれた時は 9.7 キロでした、うん、ちっちゃいですね、はい、ちなみに今は？今は 29.1 キロまで大きくなりました。おー、イエイ、もう結構ね大きくなりましたね。はい、じゃあ体重測定方法はこんな感じでやってるんですが、はい、これ何に入ってるんですか、ね、何だと思いますか？これはたらいです。たらいね、はい、はい、現物をねちょっと持ってきたんですけど、はい、じゃあ入ります。入るのわらび、こんな感じお尻も入れないです。そう、はい、どうすりゃいいんだよでもすっぽり入るぐらいの大きさですね。ちっちゃいですね。こうやって手が出る感じ、でそれが、はい、今はこっちですね。こっち、これじゃないと出てきちゃいます。これでも結構今もうこう揺れちゃうぐらい、はい、すごく大きくなりました。これでね、皆さんサイズ感もなんとなく、はい、もうお尻はちょっと入らないんですけど、フラビーはちなみに身長どれぐらいですか？身長は160センチくらいです。はい、はい、皆さん参考になりましたか？はいどうやろう、はい、じゃあね、あの、ちょっとお家がつかなかったかもしれないんですけど、はい、すいません、次のお話です。じゃあ3番、お母さんのルーちゃんに似てるところってあるんですか？あります。はい、ちょっと変わってるんですけど、うんうんうん、お母さんのルーちゃん結構よだれがすごい、あの美味しそうにお魚を食べるごまちゃんなんですけど、それを継ぎまして、赤ちゃんのごまちゃんもさらにもっとよだれがすごくて、うん、めちゃくちゃ美味しそうにお魚を食べます、ね、なかなかね、もうこっちもニヤニヤしちゃうぐらい美味しそうに食べてくれます、うん、はい、そんなちびちゃんね、ちょっと3つぐらいね、うん、はい、お話あったんですけれども、はい、さっきね、そのたらいに入るくらいちっちゃかったんですよってお話しましたが、これね、体調を測定しているところです。ちょっと分かりにくいですかね。これメジャーです。こんな感じでスタッフと比べるとめっちゃちっちゃいの、皆さん分かりますかね、うん、こっちが頭でこっちが足です、ね、ちょっとだけ我慢してもらってね。はい、そうですね、めっちゃ可愛いですね、うん、もうこの姿だけでもう可愛いですね。私これ作っててめっちゃもうはーってなっちゃいました。可愛い、はい、これあれ、うん、生まれてからどんだけはこの白い毛なんだ、うん、大体2週間から3週間くらいですね、うん、はい、これはもうあっという間で、いやもう一瞬でしたね、あの、うん、コロナで休館してた時期に、ね、そうですね、生まれて最後のちょっと残ってるかなぐらいで見ていただいた方は見てもらったんですけど、うん、そうですね、はい、なのでもう今年はこの子はあんまりかなり白い時はレアキャラです。そうですね、はい、その分 YouTube とかでね、皆さん見てもらえたかと思うんですけれども、はい、こんな感じでね、ちっちゃいサイズだったんですが、こんな風にルーちゃんがお乳をめちゃくちゃ上手にあげてくれました。もう生まれた日から飲んでましたっけ？生まれた日から飲んでました、はい、もう素晴らしいですね、ルーちゃん素晴らしい。もう母の顔、チビちゃんもね上手に飲んでくれて、母の顔、なんかのブログで、あの少女から母の顔にみたいなのも確かあったと思うんですけど、はい、こんな感じでね、お乳をたくさん飲んで、ではい、でーん、めっちゃムチムチになりました。ムチムチすぎる。顎が 1,2,3,30 顎この辺もね、すごいムチムチしてるのも皆さん分かってもらえると思います。転がっちゃいそうしたら、いやもう触り心地ね、すごいですよね。いやもう超絶可愛いですね、はい、はい、でここまでね、皆さんめっちゃ順調やんって思ってたと思うんですが、うん、ちょっと大変なことがあったんですよね。そうなんですよね、頭抱えてますね、わらび。何があったんですか？ごまちゃんは、離乳するのに大体 1ヶ月ぐらいで、まあ、その白い毛が抜けたらおっぱいからお魚に切り替わるんですけど、ちょっとこのごまちゃんの赤ちゃんですね、お魚に切り替わるのが時間かかってしまいまして、ちなみにどれくらいの期間？
2ヶ月ぐらいかかっちゃいましたね。皆さんさっきのお話覚えてますか？独り立ち2、3週間くらいだったんですが、お魚食べるまで2ヶ月くらいかかってしまいました。じゃあどうやって、あのお魚に切り替わったのかと言いますと、じゃじゃじゃちょっとね、自分ではなかなか食べてくれなかったので、もうちょっと泣く泣くこんな感じで、そう、これ私の手です。あ、これわらびですね。これは私の手です、はい、でこれが今日の主役のチビちゃんで、これがお魚ですね、アジです、はい、餌ですね、うん、すごいいい目してますけど、キラキラしてる、あのもう嫌がってますすごい遠くに食べてます。で、あのお母さんがね、ちょっとしれっといるんですが、もう全然お魚食べてくれなかったんで、うん、もうしょうがなく、しょうがなく、ね、お手伝いしました。はい、はい、もうその期間が2ヶ月ぐらい、ね、2ヶ月ぐらい、うん、はい、まあそんなこんなです。ちょっといろいろあったんですけども、はい、今はね、あの皆さん安心してください。自分でめっちゃガツガツお魚食べてくれてます、はい、めちゃくちゃ美味しそうに食べます。はい、そんな姿もね、後でちょっとお見せしたいと思いますので、皆さん楽しみにしててください。はい、じゃあね、ここまでちょっといろいろね、あ、皆さんもお疲れ様ですって、ありがとうございます。もうその言葉がね、とても嬉しい。でもそのおかげでイカナゴを覚えたと思います。イカナゴっていう魚が、すごい、はい、確かにあんまり行かないし、食べないし、馴染みないですよね。さあ、ちょっと向こうの方に行ってたゴマちゃんたちがシーマンの足元まで帰ってきてくれましたね。はい、ちょっとゴマちゃんタイムしてみましょうか。真下に、はい、でもカメラは向いてくれないんだね。はい、じゃあね、ちょっとそろそろ発表といきたいところなんですが、今回のあのお名前募集どういう風に行ったのかっていうのをもう一度おさらいしておきたいと思います。はい、じゃあね、こんな感じで8月の下旬ぐらいから、あの皆さんからお名前を、お名前の案をご応募いただきました、うん、さあ応募総数は館内募集と、はい、そうですね、ホームページで、ね、あと送ってもらって、はい、そうです。で、応募総数は1629、はい、そうです、はい、もうすんごい数をいただきました。でそこからあの全部由来とかね、見させていただきまして、見ました。スタッフによるあの厳選5案までね、厳選させていただきました。だいぶちゃんと選んだ、これ選びました。めちゃくちゃ見ました。ちゃんと選んだ、はい、全部見ました。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 ちょっとその5案のパネルを用意する予定だったんですけれども、忘れちゃいました。すみません、皆さん。じゃあ何が残ってた？朝日、春。うん。うん。はい、じゃあワラビーに言ってもらいましょうか。あの2人で言ったらごちゃごちゃするんでね。はい、朝日、はい、朝日、春田、春田、フェルタ、フェルタ、ルンタ。なんだっけ、かっこいい名前。ハルキやな。ハルキ。シーマンの方が覚えてました、ね。はい、失礼しました。失礼しました。コメントで教えてくれてたかもしれない、はい。ありがとうございます。はい、すいません、失礼いたしました。すいません。はい、そんなご飯をご飯まで絞りまして、はい、で最終投票はね、10月の頭からね、1週間行いました。はい、週間ありがとうございました。投票いただいた方も、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で今日はい、これはあの私のミスですね。あの先週、あれ今日何日でしたっけ、あれあれ本当はね、皆さん昨日やる予定だったんですこれ、はい、そのつもりで準備してたんですけど、はいはい、ちょっとね、お茶目なところが出ちゃいました、ね、いやいや、これは全部台風のせい、あ、台風のせいそうなんです、皆さんの予定を妖怪のせいみたいな、ね、ありがとうございます。はい、これね、今日あの10月11日ですね、はい、はい、11日です、の発表となります。まあ、はい、じゃあね、あのちょっといろいろ話しましたけれども、ごめん、いや、大丈夫ですか。え、今あの名前の下りのところがチャットで流れてきて、荒れてる台風の影響でね、はい、皆さん台風の影響で、はい、そうです、すみません、台風は無事だった、無事だったんだよね、みんな、ね、あ、無事でした、みんな、なんならあんまり荒れなかったですね。はい、よかったです。はい、じゃあそんなこんなで、あの今日という日を迎えることができました。はい、はい、じゃあね、そろそろあのお名前発表をねしていきたいと思いますので、はい、じゃあ今日の主役にそろそろ登場してもらいたいと思います。はい、はい、今日の主役の登場です。はい、じゃあ皆さん楽しみにしててくださいね。もうすでに待ってますが、ちょっとカウントダウンで登場してもらおうと思います。はい、誰誰誰が来た、ひぶちゃん、はい、それでは行きます。3、2、1、ダーン、登場。
じゃないよ。ネイブちゃん違うよ。後でネイブちゃん。ね、はい、行ってくれます。ありがとう。じゃあ登場しました。はい。はい、皆さんで、ね、親子スリーショットをちょっと試みたいと思いますので、皆さんスリーショットを撮る準備とかしておいてくださいね。でもね、とりあえずね、めちゃくちゃ可愛い顔してます。可愛いって、ちょっとね、できることも増えたんですよね。軽く披露してもらってもいいですか。はい、よいしょ、ちびちゃん、ね、意外とね、いろいろついてるんですよ。よし、よし、あ、転がる、はい、転がりました。ゴロリン。お母さん、もう狭いから。狭いから。まあ、とりあえずまずスリーショットを、じゃあ、はい、親子スリーショットを。真ん中来れますか。はい、じゃあ皆さん、左からサンタくん、真ん中がチビちゃん、そして、右側がプーちゃんですね。はい、これがサンタくんです。で、チビちゃんです。ルーちゃん、今帰ろうとしているのがルーちゃんです。回らなくていいかな。スリーショットも練習ではうまくいったんですけど、こういうこともあります、ね。はい、ルーちゃんが引いてくれるか。皆さん、スクリーンショットとかも後でしてくださいね。よし、はい、いい感じで撮りますので、親子スリーショットです。はい、サンタ、おー、ちびちゃんがめっちゃサンタのこと見てましたけど。さあ、これが親子の写真です、動画です。はい、皆さんしっかり見れましたか。お願いします。すでによだれがあって、よだれがさっきね、話したよだれがすごいんですよ。はい、ルーヤンもね、見てください、よだれすごいです。デロデロですね、ルーちゃん。はい、ルーちゃんね、ちょっとびっくりしやすい性格してますけど、今日はね、頑張って出てきてくれてます。今日のためにね、たくさん練習もしてくれました。はい、じゃあね、ちびちゃんたちとね、スリーショットも叶いましたので、そろそろ皆さん、お待たせしました。お名前を発表していきます。はい、それでは皆さん、お名前発表です。さあ、緊張の瞬間です。さあ、どれになるでしょうか。よかったら今のうちに、発表までにいろいろこれだと思うっての入れてってくださいね。はい、はい、皆さん、カメラマンの皆さんもいいですか。準備は。それでは今回、はい、2020年5月3日に生まれたここにくす玉があって、ここに名前が出ますのでね。はい、ちびちゃんのお名前は、デレレ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 レへっちゃらなんですよ、ルンタくん。はい、皆さん、今これシャッターチャンスです。ルンタくん、どこか行きました。はい、ちょっと、いなくなって戻ってきて、シーマンの横に。よし、よし、戻ってきて。一緒に見る、一緒に見る。あ、そういう感じ。戻ってきて、ほら、一緒に見る感じ。俺の名前。そう、ルンタくん、そう、見てね、見てね。俺の名前だよ、僕の名前だよ。皆さん、投票した名前おめでとうとか、ルンタルンタって皆さん呼んでくれてますね。ありがとうございます。嬉しいね。ルンタルンタルンタよだれ、ルンタルンタよだれってなってます。ルンタイコールよだれになりますね、これは。ほらほら、はい、皆さん、ぜひルンタ君に呼んであげてくださいね、お名前ね。よしよし、偉いね。もう一回家族さんに取れるか、お名前も、お名前も合わせて。はい、頑張れ。サンタ君、ルンタ君になったよ。よかったね。ルンタ君に。ただよ。はい、ちょっとキングどっか行きますね。さあ、それではちょっと皆さん、シーマンのカメラマンタイム。まずこれ、サンタ君、はい、ルンタ君、ルーちゃん、ルーちゃん、ルンタ君、ルンタ君、サンタ君、ルーちゃん。ルーちゃん、ルーちゃん、ルーあ、そしてルー、さあ、ルーン、ルンタ君。はい、ルンタ君。ルンタ君、何かできる？できます。回る。ぐるん、ゴロリン、ゴロリン。誰か後ろ取ってた。あ、入ってた。エサも出てきます。はい。握手、はい、握手、はい、握手もできます。握手、はい、よし、お魚ね、食べれるようになったら、いろいろもう覚えはすごい早いですね。早いですね。偉いね。ね、よし、偉いね。握手ね。近い近い。あ、
あ、こちら握手ね。こちら握手。はい、ありがとう。はい、どっちも握手できるの？どっちも握手できます。お、すごい。ゴロンもできますよ。ゴロン、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 ゴロン。はい、では皆さん、ちょっとトラブルが発生したんですけれども、なんとか、なんとかなりましたので、はい、この後ですね、なんと、命名者様と電話がつながってますので、命名者様にちょっと由来をね、伺いたいと思います。はい、じゃあ、その前に、お母さんのルーちゃんは、お家に帰りたいと思います。はい、よかったらルーちゃん映してあげてください。ルーちゃん、帰ります。ルーちゃん、帰ります。はい、ルーちゃん、帰ります。はい、ルーちゃん、帰ります。はい、はい、あのえのきフライさんとマッキーさんもスーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。では今からねちょっと由来をお話ししたいので館内の方に移動したいと思います。ちょっと明るいところに行きたいと思います。ちゃんとねついてくるんで偉いですね。そうなんですよ、もうね通路まで誘導で行けるようになります。早い早い早い。こんなところもちょっとサンタカに似てますね。物をしっかり見ておりますこっちだよ。こっちこっちこっち。もうゴロゴロとかも参加してるんですかね。参加してます。はい、お昼に。じゃあルンタ君がゴロゴロしてるところも見えるんですね。よいしょ。さあ、はい、通路までやってきました。ちゃんとね、通路の方まで来れました。はい、じゃあね、一旦ここでお食事の方は終了しまして、ではですね、早速命名者の井上様にお名前の、ね、由来を伺いたいと思います。じゃあちょっとチビちゃんが映ってる状態で伺いましょうかね。はい、はい、ではもしもし井上様。もしもし。はい、では今回ルンタ君と命名いただいたんですけれども、その考えていただいた由来をお話ししていただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。はい、お願いいたします。さあ、まずは今回選んでいただいてとても嬉しく思います。はい、投票してくださった皆様ありがとうございます。はい、で名前の由来なんですけれども、まずサンタ君の息子なのでやっぱりこう〇〇たっていう名前にしたいと思いました。なのでサンタ君とルーちゃんから少しずつ名前をもらって考えてみました。あとたくさんの人にこう愛されてほしいなと思ったので、小さい子から大人まで呼びやすくて親しみやすい名前ということでルンタを思いつきました。あとルンタという響きもこうルンルンワクワクといった明るく楽しい響きなので、こうルンタと名前を呼ぶたびにこう呼んだ人も明るく楽しくニコニコとこう自然に笑顔になれなってほしいなという気持ちも込めて名前を考えてみました。これからたくさんの人に愛されてすくすく大きくなってほしいなと思っています。はい、井上様ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ではですね、ここで当館館長の田村より井上様に感謝状を読ませていただきたいと思います。はい、じゃあ井上様電話をつないだままでよろしくお願いいたします。はい、はい、では館長お願いします。はい、では館長登場です。どうもこんばんは。はい、こんばんは。変な帽子かぶってます。どうも館長の田村です。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では館長早速お願いいたします。はい、感謝状井上智美殿、あなたは本年5月一家に伊勢シーパラダイスで生まれたオマフアザラシにルンタというたくさんの方に愛されるような素敵なお名前を付けてくださいました。よってここに感謝の意を表します。令和2年10月11日株式会社伊勢妙と岩パラダイス伊勢妙と岩ふれあい水族館伊勢シーパラダイス館長田村隆太。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、こんな感じで、はい、結構ね自由な感じで、ね、過ぎますので楽しみにしててください。ありがとうございます。はい、それでは以上で、ね、命名者の井上様でした。井上様本日はねお忙しいところありがとうございました。ありがとうございます。
はい、皆さん、あのスーパーチャットも、はい、あのたくさんいただきましてありがとうございます。ちーさん、ちーさんとかところさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあではね、あのちなみにあの先ほど由来を、ね、お話しいただいた命名者の井上様にはあの命名記念品をこの後ですね、後日あの送らせていただきます。シーパラ の, あの年間パスポートと、あとですね、あの紹介しなかったんですけど、この後あのお名前を入れるクッキーを送らせていただきたいと思います。今ね、あの手元にあるものとは別にあのプロの方にしっかり作っていただいて、お名前を入れてもらったクッキーを井上様に送らせていただきたいと思います。クッキーですね、クッキーちょっと、ちょっと取りますよ、はい、クッキーちょっとわやっちゃってますね。このでっかいクッキーかな、じゃあ、はい、でっかいクッキーのピザみたいな、ピザではないで、スコーキーで、はい、井上様には送らせていただきたいと思います。でこれはシーパラに飾るよ、飾る、あ、そうです、そうです、シーパラに展示する用のクッキーです。はい、それではですね、あの今さらっと言ってしまったんですけれども、今からこの空欄のところにお名前を書いていきたいと思います。誰が誰、あれ、キングがいます。キングがいます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ頑張っていきたいと思います。絶対失敗できないやつだね。いやもう今ちなみに何人の方が見てますか？そのわざわざ聞く？聞いちゃう？自分あの意識高めていこうかな。キングキング、ここにあの560人いると思って。いやすごいですね。こっちの、はい、560人。書くの今書きます。今書きますよ。この手で。この素晴らしい手で、いやちょっと手元多分触れてると思うんで、あのシーンはズームで映さないようにだけお願いします。大丈夫、はい、じゃあルンタ、ルンタ、頑張って頑張っていきましょう。あ、やばい、頑張れ頑張れ。昨日いっぱい練習したんですけど、あの直前にもね、あの練習したんですよ皆さん、うん、いっぱいあのルンタルンタルンタ分かってもらいたいです。ルンタルンタっていっぱい分かってくださいね皆さん。これはいきます。そいや1億人見てるよって、ルキング頑張れ。あのシーマン、シーマンとワラビー繋いでてもらって、ルー、ルー、あー震えてる、震えてる、やばい、めっちゃ震えてる、めっちゃ震えてる。あ、でもルー、ルー、ルー書きました、ルー上手に、はい、ルーは上手に、綺麗、字綺麗。熊門子さんありがとうございます。ありがとうございます。もう明日になっちゃいますこれは。頑張って、そうじゃないんだよ皆さん、プレッシャーかける人もいっぱいいる。怖い、もう。頑張って。ルソトじゃない、ルンタ。あー、震えてる。めっちゃ震えてる。頑張って。ちなみに今、しかも机の下にはゴマちゃんいるんです、これ。ちょっとこれ、ぶつかんないで、はい、割れちゃうからね、クッキーが。頑張っ、ゴロゴロしてる、チビ。落ち着け、ドキドキ、頑張れ。キング、頑張れ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。いや皆さん、鍋見てくださった方はね、知ってると思うんですけど、あの緊張しいなので。おー、うまい。うまい、いいよ、いいよ。細いよ。めっちゃプルってる。これちょっとやばくないですか？字がひょろひょろになっちゃった。もうガヤが、ガヤがすごい。大丈夫、修正聞くからいける。頑張って、頑張って、最後の一文字。頑張って。手がもう。見てください、これ。これ。頑張れ、最後。たルソタにしないで、もうルソタになりました。ルソタになってる、なってますね。大丈夫、これはお父さんのね、たと同じだからね。いい感じ、いい感じ、いい感じだよ、皆さん応援してくれてます。頑張れ、いいよ、それもいい、いいよ、それも、それじゃダメです。いいね、できました。じゃあ、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 クッキー完成です。イエーイ。あー、やったやったちゃルンタってちゃんとかけた、かけた、たいやでもね、あの練習もっと上手にかけたんです。大丈夫、上手、うまい。ルンタはあっち向いてます。ルンタ書いたよ、ルンタあっち向いてます。はい、じゃ あ, あのさっきお話ししましたけれども、こちらのクッキーはあのどれくらいの期間かは分かりませんが、あのシーパラ館内であの飾る予定です。はい、はい、あー、ありがとうございます。あー、うまいとか書いて、あー、そうですね、うまい、うまい、山場終わった今日、はい、あー、次何喋るんですか。あー、ありがとうございます。はい、
次何喋るんでしたっけ。これだよこれ。あ、そうそうそう。これ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 。そうそうそう。あのこれ、え、これこちらはあのちゃんとくりまろさんがあのしっかり書いてくださって、あのこんなひろひろなをあの井上様にお送りします、ね。はい、ちゃんと、ね。いやでもうまいよ。あのうん、もうフォローが、フォローが痛い。キングが書いたこちらのクッキーは館内で見える。あ、はい、そうですね。二、はい、枚作ってくれてますので、はい、皆さんも見れます。はい、めっちゃ可愛いですね。めっちゃ可愛い。はい、このクッキー欲しいって人にも朗報です。はい、なんと、なんと、なんと、んとじゃ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 。はい、命名記念クッキー、え、僕が読むの。命名記念クッキー発売決定でーす。イエーイ、やったー、欲しい、欲しい。そうなんです、はい、これはね多分日付合ってるんですけど10月17日の土曜日からチーパラのお隣の売店夫婦横丁で販売します。100枚限定です。100枚限定です。ちなみにね、どんな感じなのか、こんな感じです。ルンタ来た、ルンタ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 、後ろ通って、はい、今クッキー映さなかったからみんなごめん。見えますかね皆さん、あ、こんな感じで、さっきの大きいクッキーの真ん中にいたごまちゃんのクッキーと同じやつですね、うん、で、あのこのハートのところにルンダって書いてるんですけど、あのちょっとね不備があって、あの他の点がどっか行っちゃったんですけど書きました、ちゃんと、あのルン食べた、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 美味しかったです。はい、こんな感じでね、あのこれあのキングが直前にね、あの書いたんですけど、これ上手じゃないですか。うまい、めっちゃうまい。クリマルさんが書いたのかと思ってた。あのこれ本番はこんなことになっちゃいましたけど、こんな感じでね、あの書きました。皆さん、あの緊張しざんでね、あの許してください。本物はちゃんと、あのクリマルさんがちゃんとあのルンタって入れたクッキーになりますんで、あの皆さんご安心ください、はい、それが100枚限定です、ね、です、はい、はい、そうなんですよ。よかったら皆さん手に入れてください、手に入れてくださいっていうのなんですけど、ぜひね、あの見かけたら買ってください。ちなみにあの通販とかは申し訳ないんですけれどもありません。はい、現場で、はい、すいません、すいません、はい、お願いします。夫婦横丁の、はい、はい、ところで、ね、隣で、もしかしたらなんですけれど もしかしたら100枚限定って書いてるんですが、追加もあるかもしれないです。お、はい、お金の匂いが、いや、お金の匂いがするんじゃないですか。はい、よかったらね、あの皆さんが買って人気だなってなったら、もしかしたらあの追加もあるかもしれないので、クリマラさんのクッキー自体はずっと売ってますね。あ、そうです、はい、今あのハロウィンの時期なんで、ハロウィン仕様のめっちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛い、置いてます。はい、ぜひ皆さんのシーパラ来てくださった際には、あの売店の方のクッキーもチェックしてみてください。ね、おいくらかしら、あ、忘れてまし た, ました、ね、はい、1枚500円で販売で です、はい、1枚500円、1枚500円です。1000枚くらい欲しいって言ってるんで、500円だといくら、何本、すごい、すごいな、1000枚で50万大丈夫かな。私はもう考えることを放棄してます。はい、ぜひね、あの、まあ、記念品なんでね、はい、あの、はい、100万限定だとでも皆さん思っといてください。はい、ルンタもびっくりですね、めちゃくちゃ可愛い、ルンタもびっくり、はい、ぜひね、この可愛いクッキーも皆さんあの手に取ってみてください。はい、お願いします。はい、それでは、あの間もなくね、あのちょっといろいろてんやわんや、あ、ずっと今もてんやわんやしてますね、てんやわんやしました。お名前発表もね、そろそろ終了のお時間となりますが、皆さんいかがでしたでしょうか。最後にもう一回ちょっとルンタ君をね、移していきたいと思います。ルンタはルンタなんで、はい、めちゃめちゃルンタ。ちなみにこの子は、この子はいぶきです。いぶき、いぶきちゃんです。そうだね、はい、サンタ君です。ぼやぼやしてますね。はい、はい、じゃあ続いて、はい、ルンタのお尻がね、ルンタ君は可愛いんで、はい、可愛いポイントです。お尻ショット、はい、お尻ショット見てください。お尻映されてるよ。お尻ショット長い。映されてる。じゃあ顔にしましょう。顔、かわいい、はい、お、あ、すごいね。もうちょっと明るいとこ行こう。あ、ちこう、あ、ちこう、こうだな、明るい。そんな関係ないな。よいしょ、よいしょ。はい、ごまちゃん、揃いましたね。集結、集合しました。集結、ライトのないところ。うん、そうそうそう、えらい、えらい。すごい、
取り損ねた、取り損ねた。大丈夫。しまった。またオフラインみたいです。真似する？真似する？真似する？しない。こちらです。なんかもしね、ルンタ君についてちょっと質問があれば、最後にちょっと、はい、ぜひキングとわらびに答えてもらいたいと思います。なんかありますか？何かありますか？ここまではずっとルンタ君にちょっとだけ取ってこう。難しいね。ちなみに550人の人がやりたい。550人、途中から最後までずっと見てくれてますね。ありがとうございます。イブちゃんもあっち行く。あ、ルンタも行く。ルンタも行く。明るいところに来たから。あ、いいいいね、いいね。もうちょっと行く。お父さん、お父さん、お父さん、いいの？好きな魚とかありますか？ルンタは今のところなんか何でもかんでも割と食べ、もうアジも食べますか？今アジとね、イカナゴとサンマをあげてるんですけど、イカナゴが好きかな、ルンタ。うん、そうですね。なんか好きそうな感じはあります。あんまり好き嫌いなく、うん、アジもイカナゴもサンマも。今、はい、今何キロですか？今 29.1 キロあります。もしかしたらもうちょっと増えてるかもしれないです。はい、もうね、体調も結構さっきね出した写真と比べると長くなってるので、皆さん伝わりますかね、動画で。いえ、はい、シーパラならではの。ルンタ君、お気に入りの飼育員さんはいますか？え、あんまり、なんかこの人っていう感じはしてないイメージですね。結構他のご飯あげてないスタッフが触ったりとかしてもそんな気にしてない感じはあります。本当に？チーマも触りますよ、多分。触ってみて。チーマタッチ、タッチ、タッチ、チーマタッチ。チーマが触ってるよ。タッチ。もう全然ブヨ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 。あー、タクシー、タクシー。もうメロメロよ。もうね、シングスタッフはみんなメロメロしてますね。メロメロ、デレデレしまってます。ルンタ君、いつまでお母さんと一緒の部屋？もうちょっとしたら、みんなとね、同居したいなっていう予定ではあるんですけど、まだ未定ですね。もうちょっとかなって感じです。あ、サンタが来た。はい、そうですね。じゃあ何見てる？サンタ何見てる？多分ね、全然このままずっと、おお、1万円も入れてくれまして、ありがとうございます。今日は丸ごと伊勢エビ鍋でお願いします。ありがとうございます。主役だからね、今日。さあ、それではそろそろ。ルンタッチかな。かわいい。はい、そろそろ。じゃあ質問も良さそうですかね。はい、じゃあ、ルンタ君を映してもらいながら、ね、ルンタ君もね、どこかに。そろそろ締めていきたいんですが。ルンタ君、最後バイバイするよ。はい、じゃあね、ちょっとこういうね、コロナ、はい、じゃあね、違うルンタがずっとシーマンのカメラ持ってる手にね、タッチしに行ってますね。はい、はい、みんな来た。じゃあこんな感じで、みんな来た、ちょっと暗い。ここ暗い。ちょっと暗くなってますけど、皆さんの、まあ、まあこれも閉館後のね、そういう景色だと思って見てください。外行こう、外行こう。なんかちょっといい感じの風景になってる。なんか神々しくなってる。はい、じゃあね、ちょっとコマちゃんたちが外に出たかったみたいで、お外に。ずっと待ってた。さっきダッシュしてからずっと待ってた。あ、来週からの元気出ましたって。あー、それは一番、ね、とても良かったです、はい、嬉しいですね。じゃ最後ちょっと、はい、文太くんの横で、はい、お別れの挨拶を。はい、じゃあね、ちょっと今回、こういったね、大変な時期で、コロナとかいろいろあって大変な時期ではあるんですけれども、こういうね、YouTube とか、あとはインスタグラムとか、あとね、SNS、SNS、文太くん、エサ、はい、SNS とかで皆さんにルンタの成長過程をね、いろいろ見ていただいて、飼育スタッフとルンタと、あと皆さんと一緒になって、こうやってね、大きくなっていく姿を一緒にね、見届けることができて、でこんなにね、大きくなってきてよかったです、本当に。
はい、YouTube もね、ありがたいことにたくさんの方に見ていただいてね、これからももっともっとちょっとルンタと共に頑張っていきたいと思います、はいはい、チーパラのね、動物たちもみんな頑張っていきますので、皆さんぜひ今後とも応援をよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしま す、はい、じゃあ今日からね、ルンタになりますので、ぜひ皆さんまたルンタに会いに来てあげてくださいね。はい、はい、それでは以上で終了となります。じゃあ皆さんまたお会いしましょう。さよなら、はい、バイバーイ。ちょっと切りますんで、もうちょっとバイバイしててくださいね。バイバーイ、はい、さよなら。